こんにちは、アイアイです。こんにちは、ゆっくりです。今回はフィリップス曲線についてのお話です。これは、1958年に、ニュージーランド出身のフィリップスという経済学者が、イギリス経済のデータから賃金上昇率と失業率の間には、トレードオフの関係が成立しているということを発見したものです。経済学の用語って、発見者の名前がつくものが多いですよね。その後の研究から、賃金上昇率は、物価の上昇率と深い関連性があることが示され、現在では、物価と失業率のトレードオフとして扱われています。インフレ率が高い時は失業率は低く、逆にインフレ率が低い時は失業率は高くなる、ということですね。大まかな考え方として、インフレ率が高い時というのは、すなわち、好景気で人手不足となり、逆にインフレ率が低い時は、景気が悪く、企業がリストラをせざるを得ないので、失業率が高くなる、ということになります。ここ15年くらいの日本は、ずっと、インフレ率が低いどころか、マイナスなので、失業率が高い、という感じですよね。もう少し経済学っぽい言い回しをすると、人々がインフレになると予想する。すなわち、期待インフレ率が高くなった場合、賃金の名目額が短期間で変動しないので、実質的な賃金は低下することになります。よって、企業側としては安い給料で人を雇えるから、今雇った方が得だということになり、失業率が低下するのです。名目や実質の話になると、やっぱりメロンパンを使って説明することになります。先日、アメリカの FRB が失業率が 6.5% になるまで金融緩和を継続すると発表しましたが、インフレ率と失業率に関連性がある以上は、失業率が金融政策の目標値になるのは、至極当然のことなのです。通貨の信認とか言ってて、インフレ率がマイナスになったら、失業率がダダ上がりになったでござる。なんて間抜けなことになったら、元も子もないですからね。ただし、フィリップス曲線で示されるインフレ率と失業率のトレードオフは、常に成立するわけではありません。オイルショックによる原油価格の値上がりのような外部からの供給条件悪化が発生した場合、インフレ率と失業率の両方が上昇することになります。いわゆるスタグフレーションですね。スタグフレーションの時期には、供給条件悪化の影響が実質賃金の低下分を相殺してしまい、雇用を増加させることができず、フィリップス曲線のトレードオフが成立しなくなります。フィリップス曲線も普遍的に成立する法則というわけではないんですね。しかし、以前も説明しましたが、スタグフレーションは、あくまで例外的なケースなので、これを理由にフィリップス曲線なんてデタラメだとするのは明らかに言い過ぎです。世の中には、インフレ率を高めようが何しようが、日本の不況は宿命だから、失業率なんて改善しない、という人もいるみたいだから、そういう人にとっては、フィリップス曲線がデタラメであった方が、都合がいいんでしょうけどね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。